はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら令和2年最初のお買い物ということで、ちょっといいね、憧れのロマンの塊な、コーヒーアイテムをね買いました。ずっと欲しかったやつです。はい、こちらよいしょ、じゃじゃん。はい、こちら、カリタさんから出ている、手引きコーヒーミル、ダイヤミルのレッドでございます。まあ、これカリタの中でも特に有名なミルの一つですね。ずっと昔からあるやつです。これ鋳物なんですけれども、まあ、かなり高くてね、まあ、技術面とかもそうでしょうし、まあ、材質的にもそうだし、かなりもう本当いいお値段をしたんですけれども思い切って、まあ、令和2年最初のね、まあ、動画まあ買い物として、はい、思い切って買ってしまいました。まあ、多分カフェ巡りとか、あと喫茶店巡りですね、が好きな方は一度はね見たことあるんじゃないかなって思います。こちらの、カリタのダイヤミル、なんかそう、薄っ暗いさ、こう蝶ネクタイ締めたような、こうおしゃれな感じのマスターがこうカップ拭いてるようないい感じの、そう、純喫茶とかでこうこれがズドンとね置いてあるような、まあ、イメージが僕にはあるんですよ。あ、そうだ、一度ねカリタさんのショールームでも触らせてもらったことあるんですよ、こちらね。実際実物をこう回してみて、触ってみて、すごいその感触が良くて、実際に触ってみて、こいつは絶対買おうと思ってた商品です。はい、じゃあ早速ね開けていきましょう。よいしょ、ほっ。あ、まずはじゃあ取扱説明書が出てきたので、これを横に置いておいて、はい、じゃあ本体、あ、結構厳重な段ボールで梱包されてます、ね、だいぶ厚いです。お来た、よっと、こう持ち上げればいいのかな、こうですね、よいしょ、おー、重い、重い、よいしょ。重さからしてもっとなんかこう大きいイメージを受けたんだけど、やっぱこれ単体にしてしまうと意外に小さいっていう印象ですね。でもやべえなこの質感、あーすごい重厚感がある。はい、以前購入した同じくカリタのクラシックミルと比べてみると、はい、こんな感じです。まあ大きさ大体同じような感じで、でも明らかにね、こっちの方が重いですね。ただ両方ともなんだろう、休日にゆっくりゴリゴリ引きたくなるような、まあ、おしゃれさがありますよね。まあ、両方とも正直言ってしまうと、だいぶ時代に逆行してるとは思うんですよ。あんまりこう、そぐわないというか。今ってさ、結構コンパクトだったり、まあ、洗いやすかったりだとか、まあ、手軽さを重視したアイテムがこう、やっぱ受けると思うんだよね。だからこういう言うてしまったら、まあ、趣味性の高いものは、ちょっと廃れつつある、まあ、時代だと思うんだけどね。でも、やっぱり、でも、これにしかないね、良さってのがあると思うんで、まあ僕はね、そこに惹かれて買ったんで、はい、遊び倒していきたいと思います。そう、それこそがロマンだから。まあ実際これね、クラシックミル、まあ買ったは買ったけど、毎日使ってるわけじゃないです、僕もね。まあ、それはね、コーヒー始めたばかり、最初の頃にこれを持っていたらずっと使っていたとは思うんだけども、今は、まあ、他にも電動ミルとかもあったりするんで、まあ僕ん家ではこいつは、まあ、やっぱ、時間があるときとかね、日曜日僕は仕事だけど、お休みにまったりコーヒーに触れたいとかね、こう浸っていたい、ゆっくり時を過ごしたいって時にこうゴリ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 引いて香りが立ってくるのを待って、そういう時間をね楽しむ、毎日飲んでいるコーヒーっていうものに特別なこう意味を付加したい時に、まあ、使ったりしますね、はい、というわけで、じゃあこちらカリタのダイヤミルの詳しいところを見ていきましょう。まずはこちら上が開きますね。よいしょ、結構硬いな、重いなおいあ、すんごい、結構力いるぞこれ、よいしょで、ここが調節ネジですね。ここで引き目を調整するみたいですね。あーすごい、あーなるほどね、わかります。ここに刃に直結してるであろうなんか金属製のパーツが見えていて、ネジを緩めることによってこの要は締め度を変えてるんだねこれね。まあ物が物だけに分解掃除はすごく大変らしいこのダイヤミルなんだけれども、この引き目の調節は他の、こういったねクラシックミルみたいなこのネジを外してのパーツを取りの締め度を変えのっていうミルよりはだいぶ簡単になってるみたいですね。そしてこちらがこんな受けかな。あ、ここだけちょっと材質違いますね。トゥルトゥルしてる。
よいしょっと。うん。うん。あ、若干木の香りがする。いい感じですね。これ自体はすごく軽いです。まあ、使いやすそうですね。で、こちらが、ハンドル。これを回して、コーヒーを引いていきます。あれ、回んない。あ、そっか。あ、もうネジをめっちゃ締めっぱなしにしてると、もうこのハンドルすら回らないんだ。ちょっと緩めて隙間作ってあげないと、はい、回らないようになってますね。おー、すげえ。回しやすい。物自体はすごく重いけど、スムーズですごく回しやすいです。そんでもって地味に注目なのが、こちらなんですよ。この下の部分。これ、わかります？見えますかね？このミルの下のところ、なんかおかしくないですか？なんかちょっと、ぷよぷよしてません？これね、スポンジが貼ってあるんですけれども、実はね、この鋳物の製造段階ではここに大穴が開いてるんですよ。これ突き抜けるようになってるんですよね。これなんでかっていうのが、この間ショールームにお邪魔した時に聞いてきて、これ本来はここのね穴があるんですけども、ここに釘を打ち込んで、要はテーブルこういうところに打ち込んで固定して、その下から粉が落ちるようにする、要は純喫茶とかのカウンターに設置して、もうここから粉が落ちるシステムにするっていう、まあ、前提で作られたアイテムらしいんですよ。いや、まあでもそれ知ってる人からしたらね、今更って話かもしれないけど、いや、その時初めて僕その話を聞いて、うわ、本当にこれはじゃあ昔ながらの喫茶店とかにもう備え付けて、こう業務用として使っていた、もうガチなやつなんだなってのを知ってね、あ、じゃあこれ欲しいなって、まあ嬉しくなって欲しくなったんですよ。要はもうロマンの塊なわけじゃないですか。こいつでこだわりのコーヒーをうちでも入れられるんだというね。じゃあはい、こちら。ダイヤミルを使って、じゃあこれからコーヒー入れていきたいと思います。はい、じゃあまずテスト引きをねやってみましょう。よいしょ。とりあえずダイヤルを限界まで締めたところから豆を入れてて、おおお、ちょっと待って、はい、こちら見えますでしょうか。中に、刃が見えますね。これ刃ですよね。これを多分ネジを緩めていくと、よいしょ、おー、開いてきた。多分これによって、あー、引き目が変わるんだ。あ、なるほど。おお、中が動いてる。あ、こう連動してるんですね。うわ、すごい。これは面白い。で、じゃあ、はい、気を取り直して、こちら、閉めた状態で、豆を入れて、飛ばないように、この重い蓋を閉める。これ絶対開かないよね。で、これどのくらいなんでしょうかね。最大値がどんだけ荒くなるかわかんないから、ちょっと怖いから少しずつ緩めていきましょう。うん、とりあえずじゃあ半回転くらいでいきます。この矢印の方向が回す方向です。じゃあいくで、せーの、おおおおおお、どうかな。あ、結構いい感じだな。てかむしろ粗いか、結構調節シビアかも。今豆が挟まってるから、あんまりこう無理やりやると歯に悪そうだけど、でも硬いからなこいつ。まあでも大丈夫か。ちょっとだけ戻します。あ、全然いけた、いけた。4分の1くらい戻した。じゃあもう一丁。おお、回しやすい。あ、なんか負担が少ねえな。でもなんか回していて他の見るほどこう疲れない。横じゃなくて縦に回すっていうのはなんか不思議な感覚だけど、いや、それにしたってなんか軽いね、やっぱね。あ、すごいいい感じ。結構ね、綺麗に引けてますわ。うん、割と整ってる。なんか下手したら他の手引きミルとかよりも整っているような気がしないでもないぞ。これなんでかな。あ、そっか、物自体が重いから、他の軽い手引きミルとかよりも、パーツのブレとかが少ないんじゃないかな。まあ、推測だけどね。重いから、こそ安定する。で、そう、反発も少ないしね。すげえ回しやすい。てか、別に押さえてなくても、あ、無理か。さすがにこれ押さえて、うん、そうだね。いい感じに安定するレベルかな。いや、でも正直たまんねえっすわ、この重厚感。これハマるわ。これ回したくなるね。ほん
当に反発がゼロに近いから、なんかこう引いてるって感じがない、回してる、重たい歯車を回してるって感じ。引けてんのかってね、なんかたまに心配になるけど、まあ引けてるわまあでもほんと細かさとしてはこのくらいで十分かな。ペーパードリップをするんだったら、まあ一番締めたとこから4分の1回転くらいで全然十分だと思います。いやこれ裏話なんだけど、これ鋳物って言ったじゃないですか。鋳物のね、職人さんがだいぶ減ってるらしいんですよ。だからこう製造がちょっと難しいって話も聞いた。これあの刈田さんの商品で唯一あ、見る中じゃ唯一公式での修理が、まあ、可能な商品らしいんですよ。だけど、修理ができてもね、そもそももう新しいのは作れないってなったら、だから職人さんがいなくなったらこれどうなっちゃうんだろうね。鋳物で相当丈夫だから、まあ、本当にもう下手したら一生使えるだろうし、今回僕は新品を買ったけど、まあ、多分もらい物とかさ、あのじいちゃんばあちゃんの遺産とかで、もらった人も結構多いんじゃないかな。まあ、そのくらいね、歴史ある古き良き時代の見るですから、なんかこうすごい、あーなんかちょっとタイムスリップしたみたいな、まあ実際その時代生きてないけど、それでもね、昔の純喫茶の情景が浮かんでくるような、まあ良さがありますね。コーヒーってコーヒーそのものに浸るのももちろんだけど、道具に浸るっていう良さもあるんだよね。楽しいなこれよし、オッケー、引き終わったようです。本当にあの抵抗が少ないから、引き終わったかどうかわからん開けてね、確認しないとってレベルで。よし、オッケー、終わりましたね。あーでも、でもやっぱね、いい香りですね。やっぱり均一で、結構な量今引いたんだけど、全然腕が疲れてない。重いからこそ一回勢いつけちゃうとこう回しやすい。多分女性とかでも回せる。重いのに軽いっていう、こう不思議な矛盾が生まれてる。見るってすごくいいと思います。いやまあただ今回、あのレビューだからこんだけ冷静に頑張って語ってるけど、いや正直ね、これ一日眺めて過ごせますね。もうほんとロマンの塊でしょこれ。たまんねえよ。おぉ。はい、ではお待たせいたしました。いよいよね、じゃあコーヒー入れていきたいと思います。これを開けて、今日は豆はガテマラを使います。説明書には一応 50g まで入れられるって書いてありますね。回しやすいからこそ、抵抗がないからこそ、この手の回し方が直でこのスピードに影響してしまうから、なるべく均等にこうやってハンドルを動かしてあげるってのも大事ですね。ぐるん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 とかやっちゃうと、そのまま直で伝わっちゃうから、なるべく均等に回してあげる。早い方がいいのかな。いや、むしろある程度の大きさを保ってゆっくりゴリゴリ回した方がいいかな。え、おお、ただ結構時間かかるねやっぱ一度に大量に引くのはちょっと難しそうですね。ゆっくりじっくり一杯のね、コーヒーを入れるための粉を引いていくって感じですね。いやでも楽しいだろ、やっぱ体感としては同じ豆の量を引くのに、セラミックスリムの倍か3倍くらいかかってるかな。そのくらいじっくり引く見るになりますね。いやでもこの手間をかけてこそのこだわりのコーヒーだからこれも楽しみ方の一つですよ。よし、オッケー、引けたかな。
はい、というわけで、入れ終わりました。こちら初めてカリタのダイヤミルで引いたね、粉で入れたコーヒーでございます。特別な一杯です。いただきます。うん、いい香り。うん、うん、うん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 、おうまいね。あの新しいミルを使い始めてさ、面白いところがやっぱり最初はそのミルの火加減に慣れていないから、あの完璧ではないんですよ。決して全く同じ火加減にしたつもりでも、あのメッシュの、あの均一の違いとかいろいろなものでやっぱ変わったりするんで、ちょっと違うんですよ。だけどそれが面白いんですよ。今回の場合はちょっと強めに出てるんですよ。だけどね、うん、あー、うん、これはこれでうまいし、やっぱ出方も変わってくるのかな。だし、うん、ここからさらに調整していく楽しさもあるし、今回は、うん、4分の1くらいだったけど、もうちょい粗くしてもいいかな。うん、いやでもこれもいいな。重いけど結構整ってるから出方が均一で、こうめっちゃ細かいのが、うん、混じってることによって妙にえぐいとか、ちょっと出過ぎてるとか、そういう感じではない。あー、うまい。あー、やっぱコーヒー器具はいくら揃えても終わり見えないっすね。やっぱ揃えたら揃えた分だけ楽しいっすね。でまあその中でも今回ね、こちらのダイヤミルは、まあコーヒー豆を挽くっていうこの時間もね、さらに特別なものにしてくれたと思います。僕コーヒーを始めてもう結構経って、もう 7,8 年経って、でもう電動ミルも使って長いですけど、やっぱり手引きミルには手引きミルにしかないね、良さが魅力があると思ってるんで、ちょこちょこ使ってますし、ぜひぜひ、まあ、電動ミル持ってる方も、まあ、手引きミルまだ持ってない方も、まあ、初心者の方もぜひぜひ、もうどのような方も、もしよろしければこちらダイヤミルめっちゃおすすめです。うん、使っててすごくいいと思いました。下にリンクも貼っておきます。もしよろしければチェックしてみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。うん、美味しい、楽しいね、コーヒー動画今年もやっていきます。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね、今年もよろしくお願いします。